では両チームのメンバーです。まずホームチーム FC 東京、ゴールキーパー野澤大志、ブランドンです。白井、木本、岡、徳本のフォーバックです。コート小泉のドイツブランチ、トップ下に中川、安西と遠藤の両ウイング、センターにはディエゴ・オリベイラです。アウェーゲームを戦う新潟です。ゴールキーパー阿部、藤原、遠藤、トーマス・デン、堀米のフォーバック、秋山と島田のドイツブランチ、2列目は小見、谷口、長谷川、そして最前線長倉です。これはオフサイド、中川は触らず左から遠藤が来ました。これはオンです。遠藤啓太、遠藤打った、先制 FC 東京。中川は小鳥に使って遠藤が左から出てきました。そして FC 東京はセンターバック木本に第3子が誕生しまして、それを祝うゆりかごのセレブレーションです。中川は完全にオフサイドポジションですね、はい。素晴らしいですね、はい。今日はリーグ戦14試合分のスタメン出場。お互いなかなか最前線までボールが届かないですね。はい、中川降りてレイオフから甲の縦パスでしたが引っかかります。秋葉のパス、富です。富雄太投げて藤原、クロス、長倉、セカンドボール後ろから秋山、シュート、谷口、谷口があそこで足を振ると期待感が出ます。ありますね。さあロングカウンター、遠藤啓太です。遠藤マイナス、トーマスデン、先ほどのシーンです。まずこれ秋山、ちょっと当たりませんでしたが谷口、久保とナイスブロックですね、はい。ライン間で受けます。長谷川から、さあ谷口だ、谷口右に持ち替えてのコントロールショット、枠の外でした。ようやくなんか連動しましたね。本当ですね、はい。流しても面白かったですけど、はい。はい、秋山シュート、長谷川です。長谷川元気のシュートでした。そしてディエゴ・オリベイラを下げて松木玖生、これ中川を上げますかね。まあ、そんな形にはなるかとは思いますが、はい、ちょっとくっついたところで背後を狙います。ただ徳本がカバー、岡、こう、お強い松木、ここでキープすることに価値があります。左から野澤レオン、野澤、松木のシュートだ、トーマスだ、リフレクション、一人でやっちゃいました。いや本当に自分で起点も作って自分でシュートまで行きました。ちょっと落ちる形でボールを触る回数が増えるかもしれないですね。松田中入れてシュートだー、藤原がインサイド上がってきました。
もありましたし、はい、あの野沢としてはナイスセーブじゃないですか、野沢は本当にシュートストップ素晴らしいですからね、はい、さあ右から安西折り返しファーサイド野沢レオ出場の若武者野沢レオン結果を残しました。いいゴールでしたし、いいカウンターでしたね。記念すべき J1 初ゴール、ああパーフェクトですよ。小泉だったんですね、ごめんなさい、クロスね、あ小泉でした、はい、あ小泉でしたね、安西のフリックで小泉ですね、はい、小泉のグランダークロス、もう途中でカット、高木スルーパス、さあビッグチャンス、右から松田のシュート、ファーストタッチですね、ちょっと良かったですか、はい、やっぱり自分のもう一番いいところにボールを置けるかどうか、そこだったとは思いますよ、はい、松田、藤原、宮本、左から堀米クロス、こぼれ球、小泉のクリアです、もう一度拾ってシュートを狙った、こぼれ球、お野沢大志、ブランドン最後はリカバーしました。いや藤原もよく狙ってましたよね、試合が終わりました。2対0ホームチーム FC 東京連敗脱出、松木玖生のラストゲーム3ポイントで花を添えました。一方のアルビレックス新潟、これでリーグ2連敗、天皇杯も含めると公式戦3連敗となりました。